俺は山本正人、ランブルテックという IT 会社で社長をしている。同窓会の知らせか。今は人材募集で忙しいんだよな。それに俺はまだあの女を見返せるような人間になってないしな。それは俺が小岩学園に通っていた高校3年生の時のこと。小岩学園は成績優秀で将来有望な人材が集う学校として有名なのだが、夏期講習に参加する人は今日中に申請しておけよ。俺は参加できないし関係ないな。あら、マサトさんは夏期講習に行かないのかしら。まあね、バイトあるし。こいつは森カレン、美人で社長令嬢ということもあり、この学園で最も目立つ人物だ。成績トップ争いをする俺を何かと目の敵にしている。貧乏な人は大変なのね。だ、家が金持ちだからって調子に乗り上がって。俺だっていつか、私夏期講習の後は家庭教師に見てもらうことになってるの。だから今度の模試ではあなたには負けないわ。俺だって負けないけど。せいぜい頑張ることね。それではごきげんよう。この女だけには負けたくない。山本、俺もいるから覚悟しとけよ。誰だっけ。やばすぎチャラ男だよ。お前と森に並んでトップ争いしてるだろ。正直3位以下は気にしてなかったからな。調子に乗んなよ。お前と俺たちは住む世界が違うんだ。結局人生は金があるやつが偉いんだぜ。確かこいつも大企業の御曹司とか言ってたっけ。あいつといいチャラ男といい、なんで俺に絡んでくるんだ。そんな面倒な絡まれ方をする日々を送っていたある日のこと。バイト代の残りで買った古本だけど大丈夫だよな。うちは貧乏だし滑り止め受験なんてできない。学費の安い国立大に絶対一発合格しないと。そんな古い参考書で大丈夫なのかしら。またお前か。これしか買えなかったんだよ。それならちょうどいいわ。この参考書差し上げます。え、今年の最新版。正直助かるけど。これでせいぜい頑張りなさい。言われなくても。あ、これはよかったら連絡ください。ずっと待ってるから。これあいつから。なんでこんな。もしかして俺の集中を乱す気か。あいつのことだ、そうに違いない。こんな罠にはまってたまるか。それから俺は雑念を振り払うように猛勉強をして、無事志望大学に合格。ちなみにあの女は海外に留学したという噂を聞いた。俺はというと、大学で気の合う友人を見つけ、同じ志により起業。会社も軌道に乗り、このまま全て順調だと思っていたのだが、昨年友人は家業を継ぐ必要が出たらしく、俺は一人で会社を背負うことになってしまった。にしてもなかなかいい人いないな。人事からはいい人材がいるって聞いてたんだけど、忙しくて履歴書に目を通せなかったしな。誰のことだろう。次の方。失礼いたします。なんでこいつが。いや、そんなはず。間違いない、こいつは森カレンだ。社長令嬢がどうして俺の会社に面接に。でも俺は高校生の時とは違う、今はもう立派な社会人なんだ。ランブルテック社長の山本正人です。え、正人さんが社長。はい、そうです。ホームページには違う方が代表と書かれていましたけれど。前社長は家業を継ぐために辞任したので、だから今の社長は俺です。ということは、あなたの会社ってこと。嬉しい。あ、嬉しいだと。あ、つい私ったら。これから面接ですのに失礼いたしました。心を乱されるな、今は面接だ。いえ、それでは志望動機からお願いします。私の父は会社を経営しておりますが、まずは他社で経験を積むという家の方針がありまして、今回自身を磨くため御社に応募いたしました。なるほど。
幼い頃から父の薫陶を受けておりますので、御社の発展に寄与できると考えております。スキルも魅力的だな。人事が言ってたのはこいつだったのか。そうして面接を終え、その日の夜、俺はあいつをライバルだと思ってた。そんな相手を雇うなんて、いや、仕事に市場は禁物だ。今は会社を大きくするんだ。それからしばらくが経ち、本日からよろしくお願いいたします、社長。こちらこそ。あとマサトでいいよ。急に社長って呼ばれるのも変な感じするし。ではマサトさん、よろしくお願いします。あの高飛車な森さんが低姿勢、やりづらい。早速ですが、マサトさんのスケジュールを確認しました。過密でしたので、このように調整した方がいいと思います。わかった。ではそれで、じゃあこっちからも早速この件について調べ物をしてほしいんだけど。はい、すぐに。なんか妙に素直じゃないか。俺の中では、そんなことも知らないのとか言ってきそうなイメージだったんだけど。疑問に思いつつも仕事をしていたある日、新しい仕事決まったのはいいけど人が足りないな。まあこの案件は自分でやるか。さあ、マサトさん、マサトさん、あれ、もう朝？仮眠取るだけのつもりが寝ちゃってたのか。残りの仕事をやらないと。マサトさん、秘書として言わせていただきますが、あなたは仕事を抱えすぎです。ちゃんと周りの人を頼ってください。何のために私がいるんですか。手伝いますから仕事を渡してください。はい。1時間後。今後私に相談なく仕事を抱えないようにお願いします。マサトさんのスケジュール管理は私の仕事ですので。怒ってる。まったく、昔から頑張りすぎなのよ。高校の時だって授業中に眠そうだったし。今のマサトさんは一人だけの体ではないんですからね。そっか、心配してくれたんだ。確かに俺が倒れたら会社が、託してくれた友人にも申し訳がない。悪かったよ、一人で気負いすぎてたみたいだ。でもこうやって森さんに叱られると昔を思い出すな。あ、すみません。仕事中は社会人らしい態度でいようと心がけていたのですが。気にしなくていいよ。他の人がいない時は昔のように接してくれていいからさ。マサトさん、でもこんな風に叱ってくれる森さんを採用してよかったよ。森さんは俺が社長なんて嫌かもだけど。そんなことないわよ。私はずっとマサトさんは努力をしててすごいと思ってた。それにしては当たりが強かったような。ごめんなさい、あの頃はライバルだと思ってたから、素直にすごいっていうのが悔しくて。それに、ううん、嫌な態度だったわよね。本当にごめんなさい。なるほど。いや、昔のことだし全然いいけど。でも面接であなたに会ってすごく驚いたけど嬉しかった。社長になるほど努力したんだなって。やっぱりマサトさんはすごいって。だからあの時嬉しいって言ってたのか。こんな風に努力を認めてもらえるなんて嬉しいな。っていうか俺こそごめん、森さんのことを高飛車な人だと勘違いしてた。そう思われてたのね。だから、なんでもないの。とにかくこれからもよろしくお願いします。それからというもの、俺たちの関係には少し変化が。マサトさん、ネクタイが曲がってますよ。ありがとう。森さん、前より物腰が柔らかくなったな。それに、できました。ありがとう。なんかあの日から妙に可愛く見えるというか。別の日、これ良ければ休憩の時に召し上がってください。これは昨日クッキー焼いたんです。さすが森さん、お菓子作りまで完璧なのかって。その手どうかしたの。じ
実はお菓子作りに慣れてなくてちょっとやけど。俺のために慣れないことをしてくれたってこと、こんなの嬉しすぎる。なん、マサトさん、おいしい、ありがとう森さん。こちらこそありがとうございます。あの、よかったら今度はお弁当を作ってきていいですか？それは嬉しいけど、いいの？ええ、もちろん。これじゃあ俺たちまるで別の意味で勘違いしちゃいそうだ。俺、森さんのことが。それからしばらくが経ち、俺たちは大手代理店との打ち合わせに訪れていた。しかしそこで待っていたのは。よう山本、久しぶりだな。俺が後任だ。お久しぶりです。創業家から強引な事例が出て引き継ぎがあると聞いてたけど、まさかチャラ男が相手なんて。あ、っていうか森カレン、なんでここにいるんだ？私がマサトさんの秘書だからです。あ、家を継がないのか？父の方針ですのでお気になさらず。でもさ、今大変じゃないの？ほら、ランブルテックの前社長は辞めたから。それに前の社長に比べれば山本なんて大したことないし。確かに当時は大変でしたけど。だろ？前社長が抜けた穴は大きいよな。彼は実家がそれなりの会社だけどさ、山本の家は貧乏だったし、だから元クラスメイトとしては心配でさ。ご心配には及びません。今は優秀な秘書もいますし。ふーん。というかチャラ男のやつ、引き継いだばかりにしては妙に詳しいな。そう疑問に思いつつも打ち合わせを終えてチャラ男との仕事が始まった。しかしチャラ男は連絡をしても反応がなかったり、急に連絡をしてきてはすぐに返事しろと圧をかけてきたりと、やりたい放題だった。今回の人事は強引だったと聞いてるし、調べてみるか。それからしばらくして。なるほどな。にしてもなんでこんなことを。失礼します。なあ森さん、そういえば来週ってスケジュール空いてたっけ？来週ですか？同窓会がありますね。もうそんな時期か、忘れてたよ。森さんは行くの？はい、そのつもりです。多分チャラ男も来るよな。行く予定はなかったけど、そういうことなら俺も同窓会行こうかな。あ、でしたらマサトさん、私と一緒に行きませんか？あ、もちろんそのつもりだけど。そうではなくて、私をエスコートしていただけますか？え？そして翌週。まさか俺が森さんをエスコートするだなんて、照れくさいな。どうしたの？いや、ちょっと俺場違いじゃないかなって。っていうか森さん綺麗だし、俺が隣にいていいのかと。あ、そんなのいいに決まってるでしょ。え？だって私は。なんだ、お前らも来てたんだな。チャラ男、やっぱりいたか。なあ山本、残業させるのもいい加減にしろよ。え？こんな時にも仕事させんなってことだよ。いや、そういうつもりは。お気になさらず、完全にプライベートですので。ふーん、あっそ、別にいいけど。1時間後。お手洗い行ってくるわね。うん、わかった。山本くん、ちょっと話が。あのさ、ヤバスギくんが昔からカレンのこと狙ってるって知ってる？そうなの？テストで1位を取ったら俺と付き合えとか言ってたらしくてさ、そこで山本くんが転入してきたから。そんなことがあったのか。で、チャラ男がいない？まさか。ごめん、森さんを探してくれよ。カレンのことをお願いね。任せて。トイレは確か中庭を越えた先に。何もないといいけど。そうして。いた、森さんとチャラ男だ。俺昔からカレンのこと好きなんだよ。俺と結婚したらいい生活させてやれるし、会社も大きくできるんだぜ。いい話だろ。
あなたなんてお断りよ。チャラ男、森さんが嫌がってるだろ。またお前か。ムカつくんだよ、貧乏人のくせに目立ちやがって。別にそんなこと。んなこと言ったって、俺はお前が取材された雑誌を見ちまったんだよ。学生企業の小さい特集だったけどな。それ見てお前が社長だって知って、なんで貧乏なお前が楽しそうに生きてんだよ、生意気だ。いい加減にして。マサトさんは昔から努力しているだけよ。うるさい。家柄なら俺とカレンが釣り合うんだ。山本なんて認めねえ。別に認められなくたっていい。俺は森さんが好きだ。だからチャラ男には渡さない。俺が守る。それならお前たちの会社との取引は停止するぜ。そうなったら困るよな。困るのはどっちだろうな。は？なんだよ。チャラ男、お前はランブルテックの前社長の実家に嫌がらせしてたよな。友人と連携して調べてたんだ。そしたらお前が関わってから仕事がなくなった証拠が出ている。このことは適切な機関へ伝えるつもりだ。山本てめえ。なんだなんだ。チャラ男がランブルテックの仕事をなくすって言ってなかったか。なんだそれ、ひどいな。覚えてろよ。同窓会は騒然となって、そのままお開きになった。その帰り道、さっきの話本当？ん？ずっと私を守ってくれるって。うん、俺さ、待って、私から話させて。え？高校の時参考書をあげたの覚えてるかしら。うん、確か。そういえばあの時の封筒。私ね、あなたのことが好きだった。でも素直になるのが恥ずかしくて、ラベンダーの封筒で手紙を出したの。ねえ、ラベンダーの花言葉って知ってる？あなたを待っていますよ。だから私はずっとマサトさんからの連絡を待ってた。ごめん、俺あの時森さんのこと勘違いしてたから。いいの、元はといえば私の態度が原因だもの。でもね、マサトさんから連絡はなくて諦めたつもりだった。それが面接で再会して一緒に働くようになって、どんどんあなたに惹かれていった。努力家のあなたはあの頃から何も変わってなかったんだもの。俺も再会してから森さんの優しいところを知って、気づいたら惹かれてた。俺森さんが好きだ。付き合ってくれないかな。へえ、もちろんよ。こうして俺たちは付き合うことになった。それから数ヶ月、チャラ男は他の会社にも嫌がらせをしていたことがバレて、実家を追い出されたらしい。会社自体も監督責任があるということで、世間からバッシングを受けて大変なようだ。チャラ男のことも解決したし、一緒に会社をしていた友人に会社に戻るか聞いたが、会社はもうマサトに任せたから、俺は家業を頑張るよ。ということで今では友人としての付き合いが続いている。俺とカレンはというと、交際を続けて数年が経った。マサトさん、本日の業務は以上となります。お疲れ様。カレンさんのおかげでいつも助かってるよ。いいえ、秘書として彼女として当然のことです。会社が成長したのはカレンさんのおかげでもあるし、それに今日はお届け物です。頼んだものが届いたみたいだ。何か頼まれたのであれば秘書の私に伝えてください。今回は特別だから。これ俺の気持ち。カレンさん、俺と結婚してくれませんか？返事はいつでもいいよ。ずっと待ってるから。何言ってるの。もちろん今すぐ返事をするわ。ミルです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。優しいあなたが大好きです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。